松田由里選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。点数を見てうなずいていました。どのように感じていますか。そうですね。ループループもちょっとバランス崩して、あのその後のスピンもあのちょっとぐらついてしまったので、あのもう少し点数が出ないかなと思ったんですけど、あのまあ他のところはちゃんと取れていたので、あのまずまずの出来だったかなと思います。絶対に決めたいと話していたループループ、感触はどうだったんでしょうか。 そうですねあの小さくジャンプを飛んでしまうのが一番いけないと思ってこう思いっきりいったのが逆にバランスは崩してしまったんですけどあの思い切って飛べたのはあの次につながるかなと思います初めてのグランプリシリーズどんな世界が広が広っていましたかそうですね今あの、ジュニアグランプリと違ってやっぱりお客さんもすごく多くてあの6分間でも。 周りの選手の勢いも違うなっていうふうに感じていたので。その中でこの演技ができたっていうのは、あのすごい自信につながります。明日のフリーの演技、どんな演技がしたいですか。そうですね。今日はあの思い切って、あの自分の演技をすることができたので。明日のフリーも、あのこの調子でノーミスの演技ができたらいいなと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。